さあ、それではマリオカート8デラックスの続きやっていきます。さあ、前回は、追加コースパス第3弾のところなんか4とか言ったり、あと5678があったりとか、なんかよくわかんないこと言っちゃったみたいですけど、今回は第3弾の新しいカップやっていきたいと思います。あと予定されてるのは第6弾までです。というわけで、さあまずはタイムアタックでコースを下調べしていきましょう。さあ、じゃあとりあえず今回はデイジーから行こうかな。デイジー、お、さあ新しい、おー、車がビートデイモン、すごい。性能的には滑りにくく最大速度が速い。なるほど、いいね。よし、あとはうん、もうちょっとなんていうか車の、お、うん、雰囲気的にはこっちが合うかな。リングタイヤ、よし。さあ、じゃあ今回はムーンカップ、まずはツアーからベルリンシュトラーセ、そして ピーチガーデン、メリーメリーマウンテン、レインボーロードと。さあ、言い間違いがひどいですけど、なるほど。じゃあ早速、ベルリンシュトラーセからやっていきましょう。シュトラーセってどういう意味なんでしょうかね。はい、 OK。 お、さあ爽やかな雰囲気、相変わらずかなりミニマップがごちゃごちゃっとしてますが、お、他の車が、そしておっと S 字カーブ、他の一般車両は違うとこに行けるのに。さあ、ロータリーを回ってどっちで、あい、一旦180度回るわけか。そしてお、メトロ、ちょ待って、行きたかったメトロの中もちょっと入れるか、いや入れはしないだろうけど見たかった。お、いろんなお店が並んでて、なんだこの段差がついたところ、またまたまた、気になります、気になります。うん、あ、ダメ、まだそっち早い、ごめんなさい。さあ、1周目は右回りが多かったかな。お、ふう、飛んでくね。おっとトラック、ごめんなさい、乗り上げてみようと思ったんです。さあ、ここからまた左だけど、ここは右回りではなく左に抜けていく。お、特徴的な建物、なんだこれ、すごい、急にベルリン感なくなったな。からの、うん、お、ど真ん中に街路樹、事故が多発しそう。からの、そして結局戻ってくるっていうパターンね。あれ、でもここは、おー、知らないところ。さあ、下の道に降りて、お、お、お、ちょっと、あー、これは、ちょっと待って、え、何これ、どっちちょっと分かんなくなっちゃった道的にはまっすぐなんだろうけど、なんか左から行けたみたいな雰囲気ありますよね。ここ違うか、行けそうなんだけどな。えい、あ、こっちじゃないや、残念、まだ早いのか、これ3周目か、なるほど。で、戻ってきて、さあ、森林浴を楽しんで、そして戻ってきて、なぜかドッスンを抜けて2周目終了。さあ、3周目は逆方向から右回りになって、お、すごい、なんだこの、あの、いわゆる例の壁からのドッスン、ここだけドッスンがさ倒れすぎてて、道路めちゃめちゃボロボロですけど、細かいな。ちょっとあの、あ、度数じゃない、パッタンだ、パッタン、あ、パッタンだっけ、名前忘れちゃった、ごめん。ちょっと倒れてみてください。
ダメかな、たまたまかな。パフォーマンス的に倒れてくれるだけで意味はないのかな。その倒れてるところの背中に何かあるとかあるんじゃないと思ってるんだけど、本当に稀なんだね。よし、イーウンからの、おーなんか確かにいけるわ。ジャンプしなくてもおそらくジャンプ台代わりになってるはず。さあ頑張って、待った甲斐があった。そしてちょっと待って、二手に分かれますね。ここは単純に、分岐かな。おお、そして合流して、いつもの道を通って、今度こそドッスンでゴールと。なるほど、ベルリンって結構なんていうか、いろんな文化がごちゃっとあるみたいな感じで、見てて結構面白かったですね。なるほど、よし。でも道順はちょっと覚えられないかも。まず回転、あのロータリーに入って逆の方に行ってとか、3周目入る時もね逆から行きますからね、なかなかちょっと難しい。よし、じゃあ違うキャラクターに変えて違うコース遊んでいきましょう。よし、じゃあ続いてはカロンさん、なかなか使わないかも。めっちゃなんていうかな、肩こりとかなさそうで羨ましいっす。首のこりとかね。クッパシップ似合う。ローラータイヤ、ワイルドタイヤ、いいね。よし、さあ続いては DS ピーチガーデン。まさかのこんなところをコースにしてくれるなんて、ピーチ様もちょっと太っ腹みたいな感じですが、よし、普段キノピオたちが頑張って刈り込んでるんだろうな。まずは左回り、おーっと意外と厳しい、おっとっとっと、行き過ぎないように回っていきの、派手じゃない噴水がなかなかおしゃれ。そしてなんちょ待て優雅なティータイムですかな。うん、さあでっかいキノピオたちから、おピーチ様、ピーチ様って言うとおかしいな、ピーチ姫っていうのが一番いいのかも。放し飼いにされているワンワン、警備は万全だ。さあここ結構ルート取りは自由に選べそうだけど、相手のボックスがどこにあるか、あとワンワンがどういうルートを通るのか。なるほどね、おルイージもいるじゃん。なるほど、わーごめんなさい。でもなんかよくしつけられてるせいか、いきなりこう見つけて襲ってくるってことはなさそうでよかった。おはーい、お今度はバラパックン飼ってる、すごい。これは近づくとカプッとやってくるタイプですよね。あ、やってこない、やってこない、マジか。あ、見てる方向だけかな。あ、そうだね、やっぱりね、よくしつけられてるかなと思ったけど、そうでもなかったぜ。お、まさかのこんなところにモグラが、日々キノピオが頭をなませてるに違いない。さあそして、なるほど、裏庭的な設定なのかな。さあもう一回、道順は一緒ですね。まず左に入ってこう来る。ミニマップを見るとなんか違うルートがありそうだけど、ショートカットは何かアイテム使っていくのかな。よし、ここちょっと気になるな、これジャンプアクションができそうな、あ無理か、当たりましたね。そして右に回ってパックーン、あー急に向きを変えた、なかなかやるな。よっ、おーっと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 、結構乗ってもね
何でもかんでもジャンプアクションすればいいってわけではないから、ここ行きたくない？なんで行けないんだろう。よくわかんないな。何かの秘密があるのかな。よし、よく見たらここミニマップさ、右側に行けるように作られてないね。今ワンワンが見えたような気が。うん、うん、おさあ右に回るところが左に変わっている。さあ念願の秘密ゾーン。おお、ビップ席かな。おお、さあそして道順が逆転しましたね。ちょ、これはいかんけど、さあまずはパックンフラワーをなんとかしたかったけど、ちょっと無理だった。難しい、意外と難しい。よっ、お空飛んでいける。ルイージー、え、なんか貫通できるんだ。マジかよ。すごい、ピーチ姫のなんだろう、植え込みを無理やり貫通すると、な逆から見るとこんな感じだっけっていうになる。ほほー、さあ深いカーブを見て元の場所に戻ってくる。お、最後お城に着く。いいじゃない。なるほどね。ちょっとキノコ使ったショートカットとかはどこでやればいいのかわかんないけど。なるほど、3周目で逆になるっていうパターン結構あるかもね。よし、じゃあ次はどうしようかな。ピーチ城を見たからな。ここはあえてのキノピオ。さあ普段はね脇役だけど心強い味方というキノピオポジですが、 B ダッシュ、いいね。意外とこの B ダッシュと似合ってるな、こいつすごいな。お、いいよ。じゃあクッションタイヤ、性能は曲がりやすさ重点。はい、さあ続いてはメリーメリーマウンテン。あら、これはなるほど、結構高低差とか雪深そうな感じだね。頑張っていきましょう。お、これはなかなか素敵な夜景でございますな。お、向こうには謎トナカイ列車。お、待って早くね。あ、そっちにも行けるのか。ちょっと待って、線路行ってみたいけど行けるかどうかわかんないけど、ちょっと最初から見ていいっすか。さあいきなり無粋なプレイをしていく。でも気になるでしょ。さあ行けるかな。そこかしこからキノピオのアハオとかいう声が聞こえる。おいけるいける。おお、ちゃんとコインも用意されてる。いい眺め。なるほど、おお、なるほど。さあこうやってきて、そして雪道。おっと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 、プレゼントボックスが、いいね。でっけえケーキ状のお家。うわー、なんでこれ、すげえ怖え。さあものすごい高低差、高所恐怖症はちょっとゾゾッとくるタイプ。お、よし、いいぞ。じゃあ今度は下通ってみましょう。あのロープウェイにたくさんプレゼントが入ってるのがファンシー。いや、ここちょっとさ外側気になりますよね、怖いもの見たさで。まあでも見れないかな。なるほど、ほい、これもしかしてハーフパイプ。うおー、スピード感、ほいよ。これは高くいくと何かいいことが
あれ鳴らせそう、鳴らせそうってなんだよ。名前今とっさに出てこないけど、あの飾るやつな。よし、さあ、あ、しまった、今のジャンプポイントだったか。よし、さあここは華麗に突っ込みたい。うおりゃふぅー、ウィー。お、タイミングによってはあのトナカイ列車と並走することができるのかな。しまった、ウィルパー忘れてたダメだ、触れない。よし、なるほど、結構シンプルなコースだからバナナとか置かれてたら、あ、しまった、これを踏むとかあるかもね。あとあの大きなバン、なんていうの、バンクカーブというかハーフパイプゾーンからの、あそこはすごいゾワッとくるスピード感と高さ、うん、いいね、ダイナミック。さあ続いては誰がいいかな。ここはを飾るには急にイカちゃん、イカガール、イカガールオレンジ、マンメンミというわけで、ワクワクビートル、なるほど、加速が高くてそこそこいい感じ、悪くないね。ちっちゃ、うん、生かしてるタイヤないかな、ローラータイヤそもそも生かしてるカートかって言われたらちょっと分かんないけど、でもイカちゃんなら楽しくできそう。さあイカカイト、いいね。さあというわけで4つ目のコースは 3DS からレインボーロード、これは目がチカチカする系かな。思ったよりかなんていうか、チカチカとは違った意味で目が流れそう、ウィーウィーとかいう感じから始まってキラキラの効果音。お、でも意外と走りやすいぞ。おー、うわー、くせーだー、マージか、しまった、早く曲がりすぎたか、ギャラクシーな感じ。ちょ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 なかなかあの降りる方向難しくないですか、すっごい滑るよ。ちょっとツルツルした足場っていう感じなのかな。よし、うねってる、ツルツルしてるような、柔らかいような、あの薄くてビニール状の性質みたいな、でもガラスっぽさもある、なかなか不思議なレインボーロード。さあそして惑星、おー、木星感、おー、ウィー、ちょ、これ全部欲張るのは難しいやつ。ふう、あ、さっきの土星だった、もしや。お、切れ目が入ってますね。あ、びっくりした、あー、あ、でも下があるんだな、優しい。落ちてもクレーターゾーンに行けるんで、ちょっと待って、謎鉄球ワンワン、そしてロケットゴツンとか言って、そして謎のなんだこれ、何も特に何もないのか、速くなるとか、おー、さあ宇宙へ飛び出さない、飛び出さないルートもある、つまりウィー、真ん中ダメじゃんこれ、しまった、騙された、真ん中行きたくないよあれは、正直ちょっと脇から行かないと危ないっていう、騙した、よくも騙した。いやー、難しいコースだ、しかも一つながり系のやつだからさ、コースの慣れがやばいな。
えい。結構ね、見た感じは走りやすいんだけど、コース自体はかなり複雑というか、穴があったりうねってたり、あとちょっと滑ったり、降りてくところのなんていう方向がうまく舵取りができないっていう難しい。ここもうめっちゃインに行かないと外に出ちゃうみたいな感じ。なるほどね。あとはその上下のコースがあるよね。飛んで上を行くか、落ちても大丈夫だけど下に行くかみたいな。なるほど。あとは加速によく乗れるかどうかみたいな感じかな。難しいこれは。うん、オッケー。じゃあ早速グランプリ行きましょう。さあ、じゃあどうしよっかな。このじ、あ、ちょっと待って、ごめんなさい。はい。さあコントローラーの、ついここでねプラスマイナス押しちゃって性能見たくなるけど、ここはコントローラーの選びだから間違えないように。よし、じゃあ誰で行こっかな。最後がレインボーロードで、あそこで落ちたくないんだよね。万が一落ちてもと思って、加速が高そうな軽量級で行こうか。うん、キノピコ、キノピコがいっかな。ヤッフー。さあスパイシーリング、名前が辛そう。スパイシーリングは、うん、曲がりやすくて加速も高い、いいんじゃない。なるほど。あとはそこそこ加速があってパタテンテン、いいかもね。パタテン、ただ最大速度がかなり低いので、しかしこれいくか。よし、じゃあムーンカップ挑戦していきましょう。さあファーストレースはベルリンシュトラーセ。これはなかなか、1周目2周目3周目とルートが違うから気をつけていきたいが、まあ忘れるというか走り慣れてないからゴツゴツぶつかるでしょう。さあロケットスタートはできたけど、まずは、お、早速投げちゃおうっと。わっほー、おっと、しまった。速度が、最高速度がかなりきついからすぐ追いつかれてしまう。なるべくコインも拾って速度上げつつ、ちょっとちょっと、あー、しまった。あー、あっち行きたかった。そういえば、あー、出ていくみたいなマークがあるから入れるんだね、あれ。しまったな。まあしょうがない。ちょ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 、この高低差が微妙にあるこの場所、多分ジャンプポイントとしても使えると思うんだけど、難しい走るの。えい。さあ上に飛んで、またコインか。これはしょうがない。そして今度は左に行く。ちょっとまた、あー、スピードが危ない。やめてー。食らってる間はバックミラーが見られないのもちょっと。おー、しまった、つい置いちゃった。さあここで左に曲がって、誰かが私のバナナを踏んだ。しまった、左回りだったか。しかしバナナゲット。あれ、これは騙されるとこだった。いや、騙された、ごめんなさい。よっと、ナイスブロック。よし、これはなんとかガード。うわ、危ねえ、見えないんだよ、しょうがないじゃん。あー、どっち取られた。しょうがない。さあ美しい景色が見られなくなるイカちゃん。おっと、おわ、ちょー、チャンスといえばチャンスといえば、ラあー、ラッキーかと思ったけど、あれ、まさか潰された。さあアンラッキー、ピンチはチャンスだ。あ、
ちょっと どっちだっけ。まあそうだ、合流するんだ。頑張れ、こう粘りどころ。ちょっとどうだったっけ、道がわからん。あー乗っちゃった、しまった、これはつらい。くらえー、あーなんまさか、え、ちょー、いけるか、まさかの今のはカロン君、私にぶつけようと思って後ろなんか向いてるから交通事故に遭うんだよという優しみをね感じたところで、まさかのバッタン、いや名前実際バッタンだったか忘れちゃったけど、バッタン君のおかげで復帰が早くてよかった。うん、ハイライト、うん、なんだかんだ結局道順全然覚えてませんでしたね。あ、最初にぶつけたからその恨みつらみがあったのか。うん、お、ここいいね、ここバッタンの直前でトゲゾウが来て、あれはちょっと辛かったけど、ここで見事に復帰。ここはね、最後はあれ、なんだろう、あ、ブーメランの砕け散るところか、なるほど。いやー正直ちょっとなんていうか普通なプレイで申し訳ないじゃあ次行きましょう。さあセカンドレースはムーンカップの DS ピーチガーデン。実は垣根に入っていけるっていう。さあここでキノピコの実力を見せつけるぞ。さあまずは左に回っていきの、回りきれるか、よし。おっとブーストかかんなかったのが痛かったが、よし、ミニターボで差をつけろ。さあちょっと下のところを見た感じはこっちから行った方がいいのかな、真ん中に戻って、あーあぶねー、ギリギリ、よし。さあジャンプアクションもできた、これは実は右から左を向くよかも、ビビってちょっと外側走りましたね、しょうがないですね。何なくなった、コイン回収、よし、あーこれはしょうがないやつで、逆にトリプルで食らってちょっとラッキーだったと言えなくもないのか。まとめてダメージを受けるとね、スピンが重なりませんからというか何度も止められるわけではないから、ラッキーだったと言っておきましょう。さあここはクロスに行こう、よし。さあこの爆弾どう使うか、おい当たったっぽい、コイン充填と思ったらもう最初から10だった。あー貴重なブロックアイテムが、しかもやらしいところにバナナ置いていく、あっとやばい、しかし加速があるからなかなか悪くない。さ、最終コースじゃなくて最終ラップは逆転するんだけど、ちょっと内側に入りすぎた、かなりでかいタイムロス。2位との差は結構ついてるな、コンピューターがちょっと優しめ。おっとナイスブロックからの、お、ラッキー。さあ回り込んでダブルアイテムからのルイーズイの花に突っ込む、当然そのまま、よし、いいよ、なんとか曲がった。さあここはキノコポイントか、なるほど。いやーこれ内側に入りすぎた、やばい、しかもトゲゾウが来とる、くそー、やめてー、あー危ない、最後どうなった、狙って投げたけどマリオに当たったんでしょうか、めっちゃ後ろにいる、これはちょっとハイライトみたい。
ちょっとインに入りすぎて水ポチャしたの痛かったな。その曲がる角度間違えてインに入りすぎて失速っていうのはよくあるこう下手なねプレイヤーのミスなんだけど、あー投げた人が分かった。この後当たってないじゃん当たってないのかよ。ここで当ててたらなんか納得って感じがするけど、これそのまま真っすぐ抜けばよかったんじゃないの。すごい蛇行運転で煽ってくるんだけどまさかの心優しいワリオ。真っすぐ行けば抜けたんじゃないかなって気がするけどね。ありがとうワリオ。さあ続いてはメリーメリーマウンテン。ここはこのファンシーな世界乗り切れるか。意外とルート自体はシンプルだからな。なんとか上位をキープしていきたい。さあちょっとロケットスタートが甘かったところかな。ミニターボは大切。あーこれは曲がりやすさが強いせいかちょっとインに入りやすい。なるほど。なんだこれ、びっくりしたよ。さあここから右に回っていく。いや見くけどこれは辛い。さあなんとかギリ耐えたか。ここからここからよーし、ひゅー取った、無理やり取った。違う間違えた、くらえー、ちょ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 、スピード最速があれだから最高速度が結構地味に効いてきますな。よし今度はちょっと外側から。ちょっと待って、見づらいのやめて。見えない。ここで雷でアイテムを失うとか辛くない。さあジャンプアクションも忘れていく。ライバルキャラクターワリオ、何曲がりやすいのではなかったのか。滑りにくいも高かった気がするけど、ウェフー、アイテムが取れねえじゃねえか。あーなんとかスピードアップしていきたい。悪いやつら 大集合だな。いやキノピコさんは悪くないけど、えい、あー当てらんなかった。おーマリオもしかして私のことを。さあトリプル緑キノコ、キノコじゃないよ甲羅やっと乗れた。あーしかしその次乗れなかった。えい、さあ先を行くのは危ない。なんとか曲がりきた、よし止めたぞ。さあそして2個取って、おお怖い、く最高速度の差がなかなか辛い。当てたまさかのテクニック。カロンさんとはなんか浅はかなない因縁がありますね。さあなんとか最後は最高速度で負けそうなところをアイテムでもぎ取る、まさにマリオカート、いい勝負だった。さあファイナルレースはレインボーロード。なんか一瞬走りやすいかなと思ったけど、空中に放り出されたところをうまくコースキープできるか。さあ頑張るぞ。よしさあロケットスタートもできて、ここでインに入りすぎないようにかといってアウトコースにも行かないように神経使うわ。さあここは2枚取ってイン。あーちょっと待って、逆取りになった、うっそー、ずっと右に入れっぱなしにしたのに、なんでどうして、ひどくない。マリオカートのまだあれがよく分かってないのか。
着地後になんかちょっとおかしいんだよな。カロンさん悪いんだけど、おとー、あぶねー、道を間違えたけどジャンプでよかった。さあここ穴が開いてたりしますよね。外側からインに入ってちょっとうる厳しい、コインかーい。さあ加速盤に乗らない相手でよかった。やめてそうよ、え俺じゃない。さあこれでよかったのかな。おっと、あーこれはつらい。どうなる。いやーくそー、噛まれるよな。さあここからジャンプ台、えいっ、なんとかなるか。でーい、まだチャンスがある。あー当たったさああとは攻撃されなければいけるぞ。あー耐えたー、危ないすっごい最後ギリギリだった。あのライン取りは落ちると思った。さあ最後なんとなくラッキーな感じでいけましたね。ちょっとハイライト見てみようかな。いやーもうむずいここ本当に。あのいやここ誰かかわいそうな被害者、この辺り、いやこの辺りじゃないんだよ、もっとあのなんかジャンプアクションができて下に下がっていくところ、あそこがねなんか同じ方向に入れてるので逆のカーブというかコーナーリングしようとするんだよね。あそこ見たかったけどな、全部見るってのもあるんだけどねまあしょうがない。さあ最後はなんとかインを走り切ったキノピコが勝利、よかった。はーい、さあ道順があやふやでてんてこまいな感じでスタートしたムーンカップでしたが、なんかこういろいろ妨害にもあったけど逆にアタックで奪い返したりとか、いかにもマリオカートのようなプレーが楽しめたんじゃないかなと思います。ありがとうバッタン、いやーいい勝負だった。さあ結果は見事なぜかがつくけど1位でトリプルスター、よかった、いいね。さあというわけでコース追加パス第3弾ゴロイワカップとムーンカップ、いかがでしたでしょうか。かなりねなんていうかやっぱりちょっと走る順番が分かりづらいツアーとか昔からの復活コースとかいろいろこう思いもねあるかなと思いますけど、逆に俺のようになんかそんなにマリオカートずっとやってるわけではないけどなんか普通にマリオカートできちゃうっていうこの塩梅がとってもいいなって思ってます。この追加されてる系のコースはねそういうなんかこうそれほど意地悪なコースが目立たないところがいいですよねと言ってはいるけど、今回かなりちょっと穴が開いてたりとかうねってたりとかね、ちょっと一部のコースは難しかったけどそういうところもたまにはいいんじゃないかなと思います。はい、というわけであと今回が第3弾だから456が残ってる。これがあと1年間ぐらいの間に配信されるから3、4ヶ月に1回ぐらいは配信されていくのかな。うん、なんかこうやってまたそうシーズンごとにマリオカートが盛り上がっていくっていう仕掛けは本当にすごいなと思います。なかなか継続的にどんどん新しいコースを作っていくって難しいですからね。そういうところはあのツアーとか違う媒体のマリオカートと合わせ技である程度作りやすい環境にしてるんだろうなと思いつつも、これからの配信が楽しみで仕方がありません。というわけでじゃあまあ今回はここまでにしておきましょう。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。